こんばんは。聞こえてますか？こんばんは。ヤッホー。ヤッホー、いけてるかな？いけてますかね？どうでしょうか？もし途中聞こえづらいよとか、聞こえんよとかあったら、コメント欄は見とるけ、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。ですね、PC でコメント欄を見とるので、めちゃくちゃ流れるのが早いのよ。だけ改善されんなって思ったら、もう何回でもコメント、打ってください。お願いします。本当に。本当にお願いします。はい。おかえり、みんな。わあ、おかえり。いっぱいありがとう。ありがとう。見てるよ。月曜日でさ、一週間始まったばっかりのこの日の、しかもこんな時間に。ありがとうございます。ね、金曜日とか土曜日のこの時間だったら、もしかしたら見やすかったかもしれんけどさ、ね、ちょっと企画を3本立てで3日続けてやりたいなって思っちゃったもので、月曜日の、しかも23時10分になってしまいました。いつもはね、だいたい21時から始まるキーの部屋なんですけども、今日は23時10分スタートということで、いつもより遅いですが、みんな起きてますか？元気ですか？今日は何したの？何食べたの？このね、今日何したの？何食べたの？はね、ラジオでも聞きたかったんだよね。この3年間言わんかった日はないんじゃないかってぐらい言ってきた質問というか、まあ、会話だったけさ、ラジオだろうがなんだろうが聞かせてもらいます。今日は何をしてましたか？何を食べましたか？まあ、こんな堅苦しく聞いたことないけど。ちなみにキーは、バイト先でもらったお弁当箱は食べてない。お弁当を食べました。お肉が乗ってました。はい。今日はね、キーは労働をしておりまして、楽しく働いてきました。でね、もう働いてる時にね、ずっと今日頭の中ラジオでいっぱいなの。ラジオのことで頭がいっぱいで、帰ったらラジオ、帰ったらラジオ、帰ったらラジオ、それを楽しみに頑張っておりましたが、今日ね、なんかそのバイト先で、部活なんじゃないかってぐらい声を出したの。本当にもうそんなことしたことない。部活なんじゃないかってぐらい声出して、なんか喉に違和感はありますが、今日に限って隣にね、水を置いて水を飲みながら行こうと思います。はい。あとはね、お友達の配信のイベントの最終日の最終枠をね、見させてもらってました。本当に新しいね、場所で配信されとって、新しいことに挑戦されとって、やっぱりかっこいいなって思いながらね、そんなことを見ながら、もう見ながらじゃない、もうダメだ、今日めっちゃ緊張してるさ。緊張しちゃってるわ。まあまあ、というのもですね、こういつもキーの部屋は雑談、まあかっこキーの日常をただただ聞いてもらうか、みんなに質問をしまくるかっていうのをしとるんで、頭が動いてないわけですよ、いつもは。はい。こう頭を通さずに、まあよく言えばリラックスしたまま、ありのままでってことでいい？お願いしたいんですけども、そう、そんな感じでしとんじゃけど、まあ今日はね、ラジオしますってバンって出して、みんなにね、協力してくださいって言ってフォーム入力してもらって、なのでね、えちょっと頑張りたいなって思うじゃん。ちょっとでもいい企画にしたいなって思っちゃったのでね、今日はちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、もう一回言っとく、ほんのちょっとだけ頑張っていこうかなと思っております。それでは行きますか。最初で最後のキー、あ、もう間違えちゃった。最初で最後のキーの部屋ラジオスタートです。改めまして、こんばんは、キーでーす。こっから BGM つけとんですけど、聞こえますか？でかいですか？大丈夫ですか？ちょっと早めに教えてくださいね。お願いします。さあ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 、ラジオですよ、ラジオ。
もう楽しみにしてたのよこれを本当に。っていうのもですね、あのキーワが好きな炭酸ちゃんっていう配信者さんがおられまして、キーの大好きな推しのラジオ配信者さんなんですけど、そのね炭酸ちゃんの配信の中の一つの企画で炭ラジオっていう本物のラジオみたいな企画があるのよ。でね、それが本当に大好きで、まあ炭酸ちゃん自身も好きだし、その炭酸ちゃんの通常配信も好きなんだけど、こう炭ラジオをみんなで作り上げる感じと炭酸ちゃんの声から伝わる幸せな感じが好きで、キーもいつかやってみたいなって思ってたんです。まあこれはね何回も話したことがあると思うんですけど、まあ理由はねもう一個あって、まあこれも配信内でちょくちょく話しとったかもしれんけど、もうちっちゃい頃からねラジオがずっとかかっとる家だったのよ、キーの家は。でその中でも中学生高校生の頃によくラジオを聞いとったんですね。特に中3高3の受験期、受験勉強しながらラジオを聞く、ん？ラジオを聞きながら受験勉強？え、待って、どっちが？受験勉強をメインで考えて、みんなお願い。そう、受験勉強のお供にさせてもらってたみたいな感じですね。そう、ラジオの向こう側の皆さんとか言ってくれたり、お便りのコーナーで同じように受験勉強してる人の聞いて、あ、こんな風にするんじゃなとか、こんな風にしとんじゃなっていうのを聞いて頑張ろうって思えたり、そんな懐かしい思い出がありまして、ラジオが大好きでね、このラジオ企画をしたいなって思ってたんです。で最後にさせてもらいます。最初で最後のテーマは LINE ライブの思い出。本当に何でもいいよってね言って募集したら、もうびっくり、想像の何倍ものお便りをいただきまして、本当にありがとうございます。何時間かかるかは分かりません、本当に分かりませんが、お付き合いくださると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。じゃあまずはですね、一曲聴いていただきたいと思います。キーが配信をつけたくなる理由が、ん？キーが配信をつけたくなる、あー、カミカミだキーが配信をつけたくなる理由と重なるところがあるなって思ってた曲です。西野カナさんでハッピーハッピー。はい、最初からフルで流させていただきましたね。ラジオ聞いたことあるっていうコメント見えてるからね見えてんだからね。これはですね、ちゃんとありますよ、ラジオ好きなんで。とあるね、あのラジオ、とある好きなアイドルの好きな回があって、それを参考にさせてもらっておりますので、あのちゃんと前例があります、まあ、キーが新しく作ったよって言ってもよかったんだけどさ、ちょっと好きな回があってね、それを参考にさせていただいております。あのお送りしたのは西野カナさんでハッピーハッピーでした。イエーイ、やっぱりこれだよね。これを聞いて、もう期間費ないんだよこれ、この曲、これを聞いて配信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 って思ってる毎日でございますよ私は。まあそれをね一番初めに、まあ、フルで流して、なんかちょっと勝手に気持ちをね共有じゃないけどしておきたいなっていうそんな感じでした。ではではでは、皆さんにいただいたお便りを読むコーナーに入ろうかなと思います。本当にどんだけ時間かかるかは分かりません。ありがたいことにたくさんいただいておりますし、それに答えれるだけ答えたいなって思ってます。ではいきます。1通目、ラジオネームモスラさん。キーちゃんこんばんは。こんばんは。 LINE ライブの思い出となる、ちょ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 、 LINE ライブの、ちょっと待って、ごめん、もう一回。はい、 LINE ライブの思い出となるとキーちゃんとの思い出ばかりになっちゃうね。キーちゃんが配信始めるということが LINE ライブのアプリを入れるきっかけだったし、最初の初々しい配信から今のキーちゃんまで見れて最高でした。記憶に残ってる回だと、部屋でプールしてた回は衝撃すぎた。あとね、ほろよいキーちゃんも可愛かったなと覚えてる。キーちゃん LINE ライブ最後までおつきーちゃん、ありがとうございます。
モセラさんはね、初めからいてくれるの。本当に初配信の時からいてくださって、3年間ずっと見ていただいてますね。ありがたいよ。だって配信のスタンスもさ、キーの気持ちもさ、何から何までもう多分一番初めと比べたらガラッと変わったと思うし、考えとることだったり言っとることも初めとは真逆のことを言っとったりしとることも違うのに、それをずっと見てくださっとって、最後まで見てくれようとして、本当にキーは嬉しいです。ありがとう。なんかプール、やっぱプールなんだなと思いながら記憶に残ってる回はプールなんだな、まあ、キーも残ってるけど、いろんなことしたなと、本当にありがとうございます。嬉しい。あと可愛いって言ってもらえるの嬉しいんだよ。ありがとう。次行きます。ラジオネーム、キーちゃん大好き猫ピースさん。思い出たくさんありすぎてここに収まりませんが、いつも楽しそうな笑顔が特に最高最強でした。これからも素敵なキーちゃんでいてください。ありがとう。思い出たくさんありすぎて収まらないってさ、嬉しいよね。だって一個だけって書いたわけじゃないんだよ。お便り何でもいいようにして、それでも収まらないって嬉しいなって思います。あと楽しそうって書いてくれたけどさ、もうみんな知ってるじゃん。ここにいる人は絶対知ってる、キーが楽しそうにするのが難しいことを。もうありのままをね、全部お見せしてきたので、楽しかったんだよ本当に。最強最高なみんなでいてくれたから、キーも楽しくできました。素敵になれるようにね、もっと素敵になれるように頑張るので見ててください。ありがとう。次行きます。グランブルーファンタジーの団長アルベルトさん。キーちゃんのカラオケ配信が楽しかった。ありがとうございます。カラオケ配信っていうか、多分あれだよね、スタジオでなんかわちゃわちゃしとるか、この家のいつものとこからあの曲を流して好きなとこだけ歌うみたいな。もうね、あれはね、自己満です。はい、自己満配信です。なのにそれをね、一緒に楽しんでくれる人がおって、楽しいよって言ってくれて、キーは本当に嬉しい。キーも楽しかった。ありがとうございます。次行きます。ラジオネーム、スノードームさん。一昨年の誕生日に日付が変わった瞬間に、キーちゃんと LINE ライブでその時にいたみんなでお祝いしてくれたこと、ありがとう。そしてお誕生日お祝いさせてくれてありがとう。そうだね、みんなのさ誕生日を聞いてカレンダーに書いて、毎日誰かの誕生日じゃけ、このカレンダーが埋まったらいいなって言っとって、まあ、カレンダーのね、日付が366日全部埋まることはなかったんじゃけど、それはできずで終わっちゃうけど、書いたカレンダーはずっと大事に取っとくし、見るので、ちゃんとあの片付けできんくってなくしたとかないようにね、もう二度とないように、はい、テレビの横にちゃんと立ててあります。絶対になくさん、あそこなら。ってことで、この先もこれからもこう開いて、あ、今日誰々の誕生日でおめでとうって心の中でお祝いさせてください。ありがとう。次行きます。ラジオネーム、柴犬さん。 LINE ライブの思い出、一番印象的だったのは、原宿で一日店長さんをやっていたところに会いに行けたことかな。こちらはいつも文章だから口での会話として話すのは初めてだったけど、すっと話しやすいように話題や言葉を振ってくれたのを覚えています。その時くれたサイン入りマスクは今でも開けずに取ってあるよ。あとはキーちゃんの配信ルーム、キーの部屋の場合は、ある意味毎回毎回が思い出だったかもね。特別なことがなくても、こんなことあった、あんなことあったってキーちゃんの話を聞き、リスナーさんの近況も知れて、自分も話せて、そんな風に日常に溶け込んでいたから、きっと LINE ライブが終わってから、キーちゃんの配信がいかに日常で大事な位置づけだったか、それぞれが感じる気がしてます。コロナ禍になって大変なことばかりだったけど、唯一コロナ禍になったからこそ見つけられた趣味や新たな日常、そしてプラスに捉えられるのが LINE ライブだったかなと思います。
LINE ライブが終わるとキーちゃんも僕らもまた違う生活が始まるんだと思う。でもキーちゃんを今後も応援しようって思いは LINE ライブが終わろうと変わらないことかな。ありがとうございます。会えたね。本当に会えたよ。会いたい会いたいって言ってきて会える機会をくれたのも LINE ライブでしたね。ありがとうございます。なんかちゃんと顔を見て、まあこう限られた人数ではあったけど、ありがとう、大好きだよ、またねって言えたのは本当にね嬉しかったな。でもいつかは全員に言いたいなって今でも思ってます。いつか全員に言わせてください。あとあれだね、毎回毎回が思い出だったが嬉しいな。本当になんかたわいもない話じゃんね、通常配信ってもうだって終わった時にじゃあ今日何話したっけってなったら、ちょっと正直に言うとあれ覚えてないかもみたいな日も全然あるし、でもそれが楽しかったりして、そんな楽しいがみんなとなんじゃろうな共有できたのが嬉しいなと思います。あとキーちゃんを今後も応援しようって思いは変わんないようは嬉しいけど、キーはもっと応援したいって思ってもらえるようにキーが頑張るので見ていてください。ありがとう。次いきます。ラジオネームガウガウ中毒さん。アイマナさんの生誕でキーさんにお会いした時にまさか覚えていてくれるとは思わずすごくびっくりしました。有馬さん枠でお見かけしていましたが、まだキーさん枠に行ったこともなかったもので恐縮です。すごく嬉しかったのでそれが一番の思い出です。ありがとう。友達とかね、こうなんじゃろう、周りの人を伝ってこう来てくださる方も今たくさんおられて、本当に本当に感謝ですよ。感謝です。はいなんか他のこの有馬砂漠でお見かけしてましたって書いてくださってたけど、友達の配信がすごい好きなの。配信がっていうか、まあ友達がそもそも好きで、配信が好きで、その配信におられる方も好きで、じゃけやっぱさ覚えるよね当たり前じゃんって感じなんですけど、こちらからしたら嬉しかっただなんて当たり前だよ。だから今来てくれててありがとうございます。本当にありがとうでは次、ラジオネーム N の残り火さん。キーちゃんの素直な優しい気持ちに救われてました。出会えたよかったし応援できてよかった。ありがとう。素直かな、キーは素直っていうか、まあよく言ってくれたらよく言ってくれてる、なんていうの、いいように言ってくれてるんだけど、まあ本当にわがままで頑固で、もうこうじゃないと嫌っていう、もうただただわがままなのよ本当にそれでもなんかあったかーく受け止めてくれてね、こちらこそ救われてましたよ。ありがとう。出会えてよかったはもう本当にキーのセリフ、応援できてよかったなんてそんな言葉を言ってもらえると幸せです。でももっともっと応援したいなって思ってもらえるようにさっきも言ったけど頑張りますので見ててください。ここで最後にならんように頑張りますありがとう。じゃあ次いきます。ラジオネーム最初がクで後がロさん。キーちゃんに生活習慣をほぼほぼ知られてしまったありがとう。生活習慣をほぼほぼ知っております。でもさ、ほぼほぼ知ってるってすごくない？何曜日に休みで、何曜日じゃけきっとどこにおるじゃろうなとか、何時じゃけ今どこじゃろうなとか、それは来てくれんと言ってくれんと知れんことなので、そんだけ会いに来てくれて、そんだけ教えてくれて、みんなの日常も共有してくれて、本当にキーは幸せです。知れてよかったなって思うし、きっとこれから配信を続けないとか、なんていうの、配信者じゃなくなっても、何時になったらあーどこおるんかなとか、何曜日じゃっけ、あ今日休みかなとか、
多分思うと思う。いや多分じゃないよ、思うと思う。うん、思うと思う、思う。なので残念ながらキーのこれからの人生にもいますいてください、ありがとう。次いきます。ラジオネームくまちゃんさん。ラルムは心配だったけどキーちゃんがたくましくかっこよく見えた。ゴルフの準備しましょうね配信も好きだった。最初はアイドルって感じだったけど徐々に雑談とかも挑戦してて、ノートにみんなのこと書いて覚えようとしてたり、アーカイブも確認してたり、そういう努力がとても素敵だった。そしていつの間にかキーちゃんにも聞いてってするようになってた。ありがとう。いろんなことに挑戦させてもらったよね、ラルム。本当に夢に挑戦させてもらえたっていうのは、なんかなんていうのかな、言葉じゃ表せないね。でもなんか絶対やってやりたいって思いが強くて、もうあの時のことがじゃあできるかって言ったら今できないかもしれないって思っちゃうぐらい、あの時の自分はまあいろんなことが重なったっていうのもあったけど、自分でもよくやったなって思っちゃうな。準備しましょうね配信もしてたよね、遅刻したのにさ、配信つけてさ、あのウームゴルフくんにさ、あの配信を通じて確認してもらって家まで迎えに行きますとかやってもらったりとか、すいませんって感じなんですけど本当にね。あとあれだ、ノートにさみんなのこと書いたりとかアーカイブ確認したりはあれだよ、もうみんながさ、みんながキーのことを知ってくれてて、覚えようとしててくれて、知りたいって言ってくれて、なのにさキーはみんなのこと何にも知らんの嫌で、話した内容を忘れるのが嫌で、絶対になんじゃろ、もう一回来てこの間何の話したよねとか覚えときたいなっていう、なんじゃろうな、いつも言うけど好きな人の好きなものは知りたいとか、そういう感覚です。もう全然素敵とかじゃなくて、ただただキーがみんなのことが好きすぎて知りたかっただけだよ。ありがとう。次いきます。ラジオネームまつりくさん。キーちゃんと会えて、キーちゃんとたくさん話せたのが楽しかった、ありがとう。こちらこそありがとうございます。キーちゃんと会えて、キーちゃんとたくさん話すにはね、ここにたくさん来てもらわなきゃいけないのさ。でたくさん話を聞いてもらって、でせんといけんのんよ。大事な時間をここに使ってくれてありがとう。本当に本当に思います。いろんな話を聞かせてくれてありがとう、ペコリありがとね。次いきます。ラジオネームポテトチップスは野菜ですさん。キーちゃんこんばんは。こんばんは。 LINE ライブの思い出ということなので、このアプリを入れた理由を書いときます。私が LINE ライブを入れたのは、とある YouTuber さんが Facebook にカカオトークを始めるよというツイートを Instagram に載せていたので、視聴するために LINE ライブをインストールしました。とりあえず読むね。インストールしてからは数年経ちますが、終わってしまうという実感が湧きません。きっかけになった人はもう配信してませんが、いろいろな人の配信を見れて楽しめた数年間でした。私はバスケで春高バレー優勝を目指して頑張るので、キーちゃんも甲子園目指してサッカー頑張ってください。あたよりありがとね。ありがとね。どっから何喋ったらいい？これスルーしちゃダメだよね、絶対ね。もうびっくりしちゃって。もうでもらしいなと思いながら嬉しいですね。まあ、ちょっと一旦スルーさせてもらって。はい。ボケてくれたけど。真ん中の2つかな。インストールして数年経ちますが、から楽しめた数年間でしたが本心なのかなと思い、それが知れたのは嬉しいなと思います。きっかけになった人が配信してなくてもここにいたいなって思ってくれて、いてくれてありがとう。はい、ありがとう。どうすればいいこれね。どうもできない気、どうもしてあげれん。とりあえず球技はさせん方がいいと思う、キーに。うん、それだけ言っとく。はい、次行きます。はいラジオネームズキヤさん。キーちゃんのことは炭酸ちゃんから知り、キーちゃんへ
キーちゃんの枠へお邪魔させてもらい、いつもいつも可愛い笑顔でお迎えしてくれる、そんなキーの部屋、キーちゃんが大好きです。ありがとう。この一番初めにね言った私の推し炭酸ちゃんですね。本当にね、いろんな炭酸ちゃんもそうです、いろんなとこでこう、まあ、遊びに行くけさ、名前を出さんといけんというか、なんていうのかな、言わんといけん状況にさせちゃったのはごめんなさいなんだけど、こう名前を出していただいたりとかして、知ってくださって、そっから来てくださって、炭酸ちゃんにもよくしてもらい、シワシワファミリーの皆さんにもよくしてもらい、本当にもう恵まれすぎてる。キーはありがとう、ありがとうでしかない。キーも大好きです、ありがとう、本当に本当にありがとう。次行きます。ラジオネームミスター林のカレーライスさん。キーちゃんこんばんは。こんばんは。いつもアーカイブ見てます。最近キーちゃんを見始めたところですが、 LINE ライブがなくなると聞いて YouTube も登録しました。アイドルのようにキラキラしてる人を間近に感じられるいいアプリだったので、なくなるのが残念です。今後のキーちゃんの活躍は YouTube で応援してます。ありがとうございます。アーカイブ見てくれてありがとう。嬉しいんだよ。なんかさ、キーの配信ってこう、なんじゃろうな、コメントしづらいなとか多分あると思うのよ。あると思うのね。特にこう身内ネタ多いしね、あると思うんだけど、アーカイブとか聞き戦とかの人も多くて、聞いてて楽しいなとか、そうこうなんじゃ聞きたいなって思ってもらえたら嬉しいなっていうのも一応ね、一応まあ考えながら してきたこの何年間だったので嬉しいです、本当に。あと YouTube ね、あのマイペースに頑張ります。見ててくださいありがとう。次行きます。ラジオネームうるうるんさん。キーちゃんをウームゴルフで知ったことで LINE ライブを知ることができました。 LINE ライブを知ったことでキーちゃんに毎日会えるのが楽しみになりました。ありがとうね。これからも応援してるからね。また会おうね。またねありがとうございます。そう、ウームゴルフの MC にならせてもらったのもさ、まあ LINE ライブでなんかイベントがあったとかそういうわけじゃないけど、やっぱこうウームゴルフのオーディションが、 MC オーディションがあって、そこに応募した時にこういう活動しとんじゃって LINE ライブ見てくださって、 LINE ライブの話、配信こうやってやってますとか配信見てくださったりして、でこういう子なんじゃなーってこう選んでもらえて、ゴルフは本当にゼロからスタートだったけど、配信、生配信する時にはキーちゃん教えてとか、こう何か今までしとったことがちょっとでもこう役に立つじゃないけど、そんな場面が嬉しかったり、まあゴルフはまだまだなんですけどね、ゴルフを通じてこう出会えて、直接会えて一緒にゴルフできたりもした方もおられるし、ゴルフはね、100切りを目指して日は頑張ってるので、いつになるか分かりませんなんて言っとる場合じゃないんで、さっさとさっさとね、みんなが見てないとこでこそっと頑張って、さっさと100切りしたいと思います。これからも見ててください。ありがとう。では次行きます。ラジオネームリーさん。イベント期間はもちろん楽しかったんだけど、私は通常配信の枠がとても好きで、思い出キーちゃんの今日会ったこと聞いたり、他の人の悩み聞いてみんなで話したりっていう日常を感じられる空間がとっても好きだった。あ、2022のバレンタインゴリラは伝説だねありがとうございます。さっきも言ったけどね、通常配信が好きって言ってもらえるのは本当に嬉しいのよ。なんかありのままの自分を認めてもらってる感じがして、あ、なんかごめん、なんか寝ろっていう通知来ちゃったごめんね。そう、ありのままをね認めてもらえてる感じがして、頑張らなくてもいい場所、なんていうのかな、まあ頑張らんといけんとこは頑張らんといけんけど、それがね嬉しかったんだよね。このままいても否定されんくって、認めてもらえてとっても嬉しかったし、
こう、この通常配信好きだよって普段から言ってくれたりするんじゃけど、じゃけいつも同じスタンスでというか、できたとこはあります。本当にありがとう。もうバレンタインゴリラなんて伝説中の伝説だよ。あんなゴリラ見たらみんなに写真送ろうかと思っちゃうぐらい、本当に勘弁して。でも楽しかったね、ありがとう。次行きます。ラジオネーム辻美沙さん。キーちゃんこんにちは。こんにちは。私はコロナが始まり緊急事態宣言が出されずっと家にいた時、 YouTube でキーちゃんに出会いました。それから LINE ライブの配信をしていることを知り、たくさん行くようになりました。高校生から大学生になる人生の中でも大きな転換期に、キーちゃんが LINE ライブで相談乗ってくれたり相談したりできてすごく救われました。キーちゃんの笑顔は世界を救うなって思ってます。キーちゃんはいろんなことに挑戦していて、私はよく一つの考え方に執着してしまうけど、キーちゃんを推していく中でいろんな可能性や考え方があることを学びました。 LINE ライブがなくなるのは寂しいけど、今までの思い出は消えないから、この思い出をずっとずっと私も大切にしていこうと思います。今までたくさん配信してくれてありがとう。キーちゃん大好き。ありがとう。キーちゃんも大好きだよ。ありがとう。高校生から大学生になったんだよ。それ多かったよね。中学生から高校生、高校生から大学生、大学生から社会人とか、社会人の中でもなんかお付き合いしましたとか結婚しましたとか、そういうなんか人生の大事な節目にね、こう折れてっていうのは勝手に折る気分になってるけど、こう教えてもらえておめでとうとか、そうだったんだねって話ができたりとか、こう枠にはやっぱさ、いろんな方がおられるわけで、悩んだ時にキー一人じゃ解決できんというか、その状況なったことなくて分かんないっていうの結構あったんだけど、それをみんながね、こうだと思うよ、ああだと思うよ、こうしたらって言ってくださって、でも最終的にはあなたがいいとこと思うの選びなっていう、そのみんなのあったかさとか、もうキーは大好きだったんだよね。本当にこちらこそありがとうございますです。キーもずっとずっと大切にしていくからね、ありがとう。次行きます。ラジオネームピンクさん。毎日キーちゃんの LINE ライブがあってすごく楽しみだったから、これがなくなると思うとすごく寂しいので、他の何かでまた配信してほしいです。お話ししたいな。ありがとう。ねえ、キーだってそうだよ。キーだって毎日楽しみだった。21時が。なんなら21時じゃなくったって、朝配信をしてるときは朝起きるのが楽しみだったし、前日の夜に明日は何曜日じゃけ何の企画しようとか、コンビニスイーツ調べたりとか、もう本当にこの配信のことを考える時間が本当に幸せで、配信するのが楽しくて、キーも幸せで楽しい、幸せとか楽しみ、幸せだったけど楽しみでした。キーだって寂しいけど、またね、あの配信じゃなくても他の形でもっと、今よりもっとね、キーを見てもらえる機会を作るので、ぜひ楽しみにしておいてください。そしてまあどこかしらで配信つけるでしょう。配信だってないとか無理だけさ、インスタライブか YouTube ライブか TikTok ライブか分かりませんが、つけるので、その時は時間が合えば会いに来てください。ありがとう。じゃあ次行きます。ラジオネームうぞうむぞうさん。初めてインターネットから友達ができました。今では毎月遊んでいます。お互い高め合えるような素敵な友達です。1年半くらい前、LINE ライブのアプリをインストールした時には想像していなかった未来が待っていました。ありがとう LINE ライブ。ありがとうキーの部屋。ありがとう。本当に本当にありがとう。こちらこそです。ありがとう。こうやってね、企画をするってなった時にはいつも協力してくれてありがとう。お便りでも書いてくれたように、今では毎月のように遊んでもらっとるし、次ここ行きたいとかあれしたいとか、わがままばっかり言わせてもらってます。一番最初に会った時では想像もできんくらい仲良く、本当によくしてもらって感謝でいっぱいです。ありがとう。
無造無造さんは今まで生きてきた中で会ったことのないタイプの人、初めて会ったタイプの人、言っとることがなんとなく分かってそうだよねってなって、話すと自分と話してるみたいって思ったりすることがあったりするような人。このもう友達ですよ。友達とあなたと出会って、キーはキーでいいんだじゃないけど、これがいいんだって思えるようになりました。いつも上を見て、新しいこととかやってみたいことを挑戦してて、本当に尊敬してます。最強で最高な友達です。ありがとう。そしてこれからもたくさん遊んでくださいペコリありがたいね。本当に素敵な素敵な友達ですよ。かっこいいんですよみんな、本当に。ということでですね、ここで一曲聴いてもらいたいと思います。これからかける曲はモノボーズという友達がやってるバンドのナーダムデューという曲です。 YouTube に上がっとる MV の概要欄に、聴くときのおすすめの時間帯は深夜って書いてありました。もうキーからしたら深夜なのでいいでしょう。あと頑張りたいときとかも聴いたらいいのかもって書いてありました。キーが今聴きたい系流させてもらいます。モノボーズさんでナーダムデュー。はい、お送りしたのはモノボーズさんでナーダムデューでした。パチ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 、本当にいい友達に恵まれましたよ。キーは幸せですこのね、ナーダムデューの中に出てくるフィアレスガールっていうのは、意味がね、恐れを知らぬ少女っていう意味らしく、なんかいいなと思って、一歩踏み出すのね、勇気がさ、出んかったりするんだよ。でもなんかそういう気持ちで、っていうかそういう気持ちでか、合ってるか、いけたらいいなっていう、まあこれは勝手にキーの解釈なんだけどね、をして聞いております。これライブでね、聞ける方はもし機会があったら聞いてほしいなって思う。気持ちをこれでもかってぐらい届けてくれます。キーはまだバンドとして聞いたことはなくて、友達が一人でこうステージの上で歌われとるのを見ただけじゃけど、とんでもないパワーを持ってる方で、曲でございます。はい、みんな大丈夫？ちょっと今ね、3分の1が終わったくらいじゃけど、大丈夫ですかね。皆さん元気ですか？眠くないですかコメント欄見てるよ、ちゃんと。ありがとう、たくさんコメントしてくれて嬉しいよ、本当に本当に本当に眠くなさそうなのであはーいしてくれて、いてくれるのありがとう。予定通り、よかったよかった。これが3分の1です、まだ。あら、ありがとね。作業しながらとか、ラジオのいいとこだよ、本当に。ながらで聞いてくださると嬉しいです。それでは、それでは続きをね、続きをってか、お便りの続きに行こうと思います。行きます。ラジオネームピーちゃんさん。 YouTube をきっかけに知ったキーちゃんが LINE ライブをしているのをたまたま見つけて、キーちゃんの配信が元気の源にいつの間にかなっていました。ファン思いなキーちゃんが大好きです。ありがとう。こちらこそありがとうYouTube をきっかけに知ってくれとって、で LINE ライブを見とって、たまたま見つけてくれるって、本当に嬉しいんだな。なんか嬉しいんだなって、何、嬉しいんだよな。なんか別のとこでこうお目当てで探してきてくれるのももちろん嬉しいけど、こう探しとったわけじゃないけど、え、待って、知ってるってなる状況ってやっぱすごいくて嬉しいなと思います。ありがとう。あとキーの配信が元気の源って言ってくれたけど、キーこそ、もう何回も言ってるけど、配信がしたくて一日頑張ってたみたいなもんだもん。
ファン思いって言ってくれたけど、キーちゃん思いなみんなが大好きです。ありがとう。次いきます。ラジオネームミキテツさん。イベントの最終日の一体感は侍ジャパンにも負けてないなと。ありがとうございます。ちょっと申し訳ないんだが、侍ジャパンの試合を気は見ていない。見てないっていうか、見れてないが正解、見れなかったが正解なんですけども、暑かったよってことでいいよね、きっとね。もう一体感なんてさ、もうどこを取っても思うさ。もちろんそのイベントの最終日とか最終枠も思うけど、こういう企画をするときとか、なんか相談をしたときとか、手を貸してくれて、なんかいてくれて、やっぱ隣にいてくれるの嬉しいなと。一体感とはまた違うかもしれないけど、嬉しいです。なんだって嬉しかった、本当に。でもそれが一体感あるって言ってもらえるのはもっと嬉しいよね、キーの部屋として。ありがとうございます。次いきます。ラジオネームゴールドフラワーさん。年齢差の面から話合わなそうと思いきや、毎枠あなたのお話に引きずり込まれ、どっぷり沼りました。2年半、初めての配信アプリとの出会いで、キーちゃん運命だぞ。コンビニの話も好き、スタラバ知ったのも、地元はカニカモを生んだ会社のお膝元、セブンに少しスタラバあり、コンビニスイーツも枠で話題になると、ハム買ってこい、少々お待ちくださいの流れ。乃木坂、ディズニー、まだまだたくさん思い出あるよ。コインもたくさん投げた。初めて1位になったイベントでゴールドからプラチナに。あなたの枠に初めて入った時、ハート一つ投げないで退出したのが信じられん。 LINE ライブも終わり、あなたが正社員に。配信も減っちゃう。他の配信より気軽な LINE ライブ、夜9時のキーの部屋、僕にとっても大切な時間だったよ。ありがとう。もうありがとう、本当にありがとうしか出てこない。ありがとう。なんか年齢差の面ってね、書いてくれたけど、なんか話すのに年齢差ってあんま関係ないんじゃなって思えたね、配信しててね。だってさ、みんなが何歳かなんて、何歳かなんてって言い方あれだけど、申し訳ないが知らん。知らんもん別に。でも知らんでもいいんだよ、知らんでいいの。知らんでもこうやって楽しくお話できるもん。なあ、ありがたいです、本当に。話し合わなさそうって思ってたんだ、へえ。ありがとね、ずっと聞いててくれて、いろんな話題も聞いてくれて、話してくれて、何かあったらお揃いっていうか、なんていうの、同じものを買って、今日買ったよとか、これ食べたよって教えてくれるのも嬉しかったしね。えコインっていうか、本当にたくさん応援もしてもらって、てか初めて入った時、ハート1個投げ、なんか送る送らないが別に大事なあれじゃないんですけど、ないんですけど、やっぱり嬉しい、嬉しい。ハート、こう、初めは、なんじゃろう、何、興味なかったじゃないけどさ、別に興味がなかったじゃないわけじゃないかもしれないけど、大切なのが応援しようって思ってくれて、この枠で、なんじゃろう、いっぱいね、おい、なんか日本語変だね。プラチナにもなってくれ、別にプラチナになってることがどうこうじゃないけどさ、やっぱり嬉しいよね、いっぱい応援してもらえる。そのコインじゃなくて、応援したいっていう気持ちが伝わってきたのが嬉しかった。それが一番、キーにとっても大切な時間でした。ありがとう。次いきます。ラジオネームスナフキンさん。キーと出会ってちょうど2年になるかな。コロナ禍にならなければ出会うこともなかったと思うよ。 AKB、 乃木坂と趣味が共通していたことも大きな接点だったのかも。喜怒哀楽の2年でしたね。特に覚えているのはピアノを弾いてもらったこととカラオケかな。流しそうめんとか季節ごとにいろいろあったけど、どれも懐かしい思い出だね、思い出だね。噛んじゃった。ありがとうね。いつもボケ倒してくるのに、本当に。そんなことを思ってくれてたのね、ありがとう。ねえ、趣味がアイドルがさ、好きでさ、今も好きだし、まあ、スナフキンさんも多分今も好きだと思うし、この中で今聞いてくださった中にもね、アイドル好きだよって方多いと思うんだけど、アイドルの話がしたくて、
来てくださった初見さん全員にアイドル好きですか、乃木坂好きですか、 AKB 好きですか、 SKE 好きですかって聞いとったのが懐かしいよ。本当にもう来てくれる人全員に聞いてた時期があるんだよね。それがきっかけで今いてくれる人もいるけど、本当に懐かしいです。あとピアノはあれだね、2年前かな、文化の日でさ、ピアノスタジオ借りてピアノ弾いてってやったんじゃけど、あまりにも危険すぎてもう自分が嫌になってピアノ嫌いになりそうだったいや嫌いじゃないよ、でもまあなんかいつか機会があったらって言ったら線形、今年中には実家に帰ったらピアノ1曲何か弾けるようになりたいなと思います。実家に帰るために一応弾いてるんだよ、一応ね。本当に弾けなくなっててショックなんだからねえ、いろいろなことしたよね、季節ごとにね。流しそうめんとか楽しかったね。もう行事が清は大好きじゃけえさ、それをみんなを巻き添えにして、巻き添えにしちゃったけど、一緒に楽しんでくれたりとか、この行事といえばこれだよねとかやってくれて、じゃあ何するって話したのも、何買ってくるって話したのも、全部全部いい思い出、懐かしいです。ありがとう。次いきます。ラジオネーム、昨日の敵は今日もなんない。もう一回ラジオネーム、昨日の敵は今日もなんやかんやで敵さん。こんばんは、こんばんは。いつも楽しく視聴してます。とある方がつないでくれたこのルーム、いろんな偶然が重なって、この環境に出会えた。キーちゃんが続けてくれたから、こうしてここに留まることができました。思い出なんて感謝しかありません。ありがとう。一区切りの意味で、まずは3年間お疲れ様でした。ありがとうございます。本当にさっきから何度も言ってるけど、周りの人に感謝なんだよね。この配信この活動をしとったけん、いろんな活動、他にね、こうボンボンさんのドラムに出させてもらったりとか、そっから友達ができて、今でも LINE しとってとか、何かあったら連絡してとか、気にかけてくれてとか、そういう友達とも出会えたし、そこにいた方々だけ、その昨日の敵は今日もなんやかんやで敵さんとかね、出会えたし嬉しいよ。本当にとどまることができたって言ってくれたけど、とどまろうと思ってくれてありがとう。こちらこそ感謝しかありません。ありがとう。次行きます。ラジオネーム、したらばさん。したらばだ嫌なこととか辛いことがあっても、配信に行けば明るい気持ちになって毎日楽しく生活することができた。本当に LINE ライブには感謝しかないです。ありがとう。もうキーこそなのよ、それ。本当に嫌なこととか辛いこととか、もうさ、一番初めに流せたハッピーハッピーの曲のまんま。いや別に嫌なことだけじゃないよ、嬉しいこととか悔しいこととか、もう何かあったらみんなに言いたい、聞いてってなるのよ。ほんで配信終わる時にはいつも笑ってんだよ。笑わせてくれてありがとうって、はい、笑顔にさせてくれてありがとうって、みんなのパワーってすごいなって思いながら配信をしてた3年間でした。キーも配信があったけ、毎日がどんどん楽しくなって、本当に楽しかった語彙力キーを LINE ライブにも感謝だし、みんなにも感謝です。ありがとね。次いきます。ラジオネーム、キーちゃん大好き猫さん。思い出がたくさんありすぎて書ききれないけど、イベントで言うならプリンセスライバーかな。たまたまですが、前年度ひよりんごさんを応援してドレスで渋谷のビジョンに出て写真集も載ったので、ぜひ次はキーちゃんって思って応援した記憶が残ってます。多くの注目を集めるイベントで、見事素敵なドレス姿を見て応援してよかったなって。アーカイブには残ってないけど、記憶に残るイベントでした。ありがとうございます。これもあれですね、友達伝いというか、友達のおかげなんですけど、はい、ひよりんごさんだよ。ひよりんごさんの話、このお便りをもらってさ、ひよりんごさんのお話をしちゃうのもあれなんですけど、ひよりんごさんはずっと憧れのね、コキーがこの活動を始める前から活動されとって、ずっと好きで見てて、そんな方と今はお友達なんですけど、本当にかっこいいのよ、ひよりんごさんって。見せないのよ
頑張ってるとこを見せなくて、すぐ無理して。もう大好きなんだけど言葉。あのね、ひょりんごさんがね、あ、待って待って、日本語。あのプリンセスライバーに出た理由って、まあ得点がすごかったっていうのと、キーがプリンセス好きだったっていうのともあったけど、やっぱりひょりんごさんがでかくて、キーが出る1年前にひょりんごさんがこのプリンセスライバーのイベントで入賞されて、ドレスを着られて、でね、写真集ができてとか、写真ができてとか、それを配信でみんなに見てくださいって お披露目する配信があって、その場にキーはいたんだけど、配信に行って。でね、それを見せる時のひよりんごさんのあの嬉しそうな顔が本当に忘れられんくって。で、そこにいたみんなも、綺麗だねとか、よかったとか、もうハッピーで包まれてんのよ、コメントが。それも、なんか印象に残ってて、で、そのひよりんごさんの配信の後にキーが配信つけて、そのひよりんごさんの話をすると、ひよっこさんがね、来てくれて、よかったね、綺麗だったねって、もう嬉しそうなのがね、溢れてんの、また。もうそれも素敵で、なんかそんなのもあって、だけ、かっこいいなって思ったのよ。それを見てね、ひよりんごさんもまたね、だけ、その憧れでもあったけさ、プリンセスライバー嬉しかったなぁ。嬉しかったです。アーカイブには残ってないけど、キーも記憶には残ってる。本当にありがとう。忘れることはないでしょう。本当に本当に。ありがとうございます。次行きます。ラジオネーム、サートンさん。俺は2年半くらいしか LINE ライブいなかったけど、いつの間にか毎日の日課になって、夜といえば用事がなければ一応ほぼ LINE ライブにいて、LINE ライブのライバーさんからいろんな配信アプリ教えてもらって、それなりに楽しかったけど、結局 LINE ライブが一番楽しかったです。キーちゃんに出会えて癒しもらえて楽しかった。意外と超たまに始まる天候とか好きだった。テーマに沿ってるかはわからないけど、毎日配信ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ほぼ毎日会えるってね、そんなことね、ないのよ。すごいのよ。ありがとう、会いに来てくれて。毎日本当に会いたいと思ってくれてありがとう。嬉しいです。幸せ。でね、超たまに始まる天候っていうのは、まあ、キーの配信って、ね、聞いてよっていうのをめちゃくちゃしとんじゃけど、もうほぼそれ。ずっと聞いて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 って言っとんですけど、この聞いてっていうタイムが終わったら、急にみんなに聞き出すの。ねえねえねえって。で、何したのとか、それこそ今日何食べたとかね、急に聞き出すんですけど、そんなさ、今までキーがわーって喋っとった後によ、みんながコメントできるわけもなく。まあ、あとキーがさ、すぐ次の話、すぐの話、次の話ってするっけ。コメントが難しいじゃん。で、その時にね、ねえ、なんでコメントしてくれないのみたいな。なって、別になってたわけじゃないけど。で、なんかもう今いる人みたいな、はいしてって言って。今いる人を、なんていうの?洗い出しにしてというか。あ、いるんだ、いてくれたんだ、ありがとうとか言ってね、テンコ取って。あ、じゃあこの人いてくれるんだったらこの話しよっかなとか。そんなことをやっておりました。楽しかったな、ちょっと終わるあと何日かで、テンコしよう。ありがとう。次行きます。ラジオネーム、モカさん。LINE ライブを通して自分がよく通っていた配信者さんに会える機会があったこと、チェキや写真撮れたことが思い出、キーちゃんとは一日店長で生で会えて、クリスマスにはオンライントークできて幸せな思い出です。実際会ってお話できるのは本当不思議な空間だったけど楽しかったな。 LINE ライブやってなかったらもちろん出会わない人たちばかりだから不思議な世界だよね。ありがとうございます。本当だよね、不思議な世界だよ。キーもそれは思う。ねえ、いろんな推しさんがいて、なんだろうな、配信者って多分結構身近にね、感じられると思うのね。で、イベントをされとる方も多かったし、そういう方とさ、会える機会があるっていうのは嬉しいよね。こう書いてくれてるけど、思い出って。あ、キーともな、
キートもなって何キートもね会ってくれて会いに来てくれてクリスマスのさオンライントーク会も参加してくれて話せてキーも嬉しかったな本当に嬉しかったよ LINE ライブやってなかったらって言ってたやってたってか書いてくれてたけど LINE ライブやっててくれてありがとう本当に心の底から思いますありがとう次行きますラジオネームキーボーさんいろんなことでたくさんぶつかりキーちゃんを泣かせたこともあったねそれでもこうして温かく迎え入れてくれてちゃんと私を見ていてくれたキーちゃんは大好きで自慢の推しですありがとうございますたくさんぶつかりっていうかもうキーがね伝えるのが本当に苦手なの言葉にするのが苦手でそれでうまく伝えれんくって伝わらんくってでまあなんか泣かせたって書いてくれたけど勝手に泣いただけでもう悔しくてそうそういろんなことがあったけどこう今帰ってきてくれてこうね自慢だよって言ってもらえるのはやっぱ嬉しいですねありがとうキーを見ててくれてありがとうね次いきますラジオネームこれね読み方読めなくて漢字が読めないんですけど漢字が相談相手の愛に原っぱの原なんて読むこれ木三郎さんなんとか木三郎さんですシンデレラ宣言を歌っている姿が可愛かったですありがとうございますあ、相良木三郎さんですかねありがとうねコメント書いてくれて相良木三郎さんすいませんシンデレラ宣言これプリンセスライバーのイベントだねプリンセスライバー本当にさもう思い出がありすぎるんだよなんかプリンセスみんなが知っとるやつで言ったらシンデレラあとシンデレラのコスプレしたいシンデレラにしようじゃあシンデレラ宣言流そうその時 TikTok 流行っとったしみたいな本当にこんな感じで決めてるやつだけどなんか盛り上がってくれて楽しいとか言ってくれて嬉しかったな本当にこんなに盛り上がるのと思って最終枠さずっとニコニコでこれを歌ってた記憶がありますあとこのプリンセスライバーイベをなんていうのかながなんていうのこうなんていうの転換期じゃないけどプリンセスライバーのイベントを機に楽しもうっていう頑張ろうより楽しもうが勝って絶対楽しくするっていうのに変わったのはこのイベントです本当にありがたいありがとうございます次行きますラジオネーム元ゴルフさん初めてキーちゃんを知ったのは YouTube のウームゴルフでした LINE ライブやってるのを知って慌てて LINE ライブのアプリダウンロードしたくらいいつも可愛い笑顔に癒されてます LINE ライブ終わるのは残念だけどキーちゃん推しはずっと続けますねありがとうございますそうあのねこの元ゴルフさんはインスタライブをやってる時に LINE ライブこの後やるから来てみたいな LINE ライブのね宣伝をしたのそれで来てくださった方なんですけどこういろんな SNS をやっとるけ YouTube ライブだったりインスタライブだったり TikTok ライブだったりねいろんなところで配信をしててで LINE ライブっていう言わずになんていうのかなこうあんまり LINE ライブのことをこう押し出さずにねしとったんじゃけどある時イベント中だったかな自分のSNS なんじゃけ言ってもいいんだよもうちょっと言いなよって言ってくれてみんなが協力してくれて定期で LINE ライブこの後からしますって出してくれたりとか配信内でもうこの後 LINE ライブします LINE ライブだったら毎日会えますみたいななんかそんなのを自分的にはちょっと頑張って言ってた記憶でそっから来てくれて今こうやってね追ってくださってでゴルフの話もできて日常のことも教えてもらえて嬉しいですありがとうございますキーちゃん推し続けてもらえるようにキーは頑張りますありがとうね次行きます
ラジオネームコロッチさん。何回も言うようやけど、飲み配信でちょっと飲みすぎてトロトロになってるキーちゃんが過去一可愛かった。あの配信のアーカイブ見たいなありがとうございます。飲み配信ね、なんかさ、別にめっちゃ飲みすぎた日じゃないよね。確か瓶を持って、過去に一回だけね、瓶を持って空き瓶、飲んだチャミスルの空き瓶を持ってマジで酔っ払いの配信をしたことがあるのよはい、やったことがありますね。懐かしい。飲みすぎたわけじゃないけど、何だったんだろうね。なんか重なったんかな。あんなに酔うこと多分人生で初だよ。あんなに酔ったのはあれ以来ないです、今のとこ。あと、あの配信のアーカイブ見たいのは運営さんに言ってください。キーももう見れないので、キーも見れませんので、どうすることもできません。申し訳ない。記憶の中でこうね、大事にしてもらえると嬉しいです。ありがとう。次いきます。ラジオネームモモンガさん。毎回たまーに顔出しただけで久しぶりって反応してくれて、あと3回お誕生日当日にお祝いしてもらえて幸せだった。ありがとうございます。ということで、この方も3年間ずっとねいてくださった方です。3回もお祝いさせてもらったの？ありがとうだよ。それこそね、節目だったりね、もう本当に嬉しい初めの方にお誕生日のさ、カレンダーの話をしたけど、そう、キーはカレンダーにね、みんなのフォロワーさんのお誕生日を書いて、お誕生日をお祝いしようっていうのをやっとって、でも最近はね、こう見てなかったりとか、まあ、あの、部屋が片付かなくて、見つからなくて、見えなかったっていうのはあるんですけど、すいませんね。はい。そう、そんなこともあって、ね、お誕生日だったら言ってっていう、もう、自己申告しづらいけ、聞いてさ、お祝いしとったのに、最終的にはね、言ってっていうようになっちゃったけど、あの、お祝いさせてくれてありがとうだし、環境変わって忙しくなっても、覚えとってくれて、今日顔出しに行こうかなとか、近況報告しに行こうって来てくれて、コメントしてくれてが嬉しかったよ。ありがとうございます。次行きます。ラジオネームゆず好きな女の子さん。ほぼ毎日キーちゃんとお話できたことが嬉しい。ありがとう。それが嬉しい。キーも配信はあのいつも言うけど、一人じゃできんので、誰かいてくれてコメントがあって成り立つので、お話ししに来てくれて、聞きに来てくれてありがとうございます。キーも嬉しいよ。ありがとう。次いきます。ラジオネームポン酢餃子さん。本当に短い間だったし、イベントも貢献できてないけど、キーちゃんに認知してもらえて嬉しかった。話し方が可愛いキーちゃんとお話できたのは私にとっては大切な思い出。キーちゃんが実家で大掃除してた時のラジオでちょこっと配信が何気に楽しくて好きでしたありがとう。あの、まずイベントに貢献できるもできてないもないので、全員いてくれたら、あの、貢献できたできてないで言うとできてるので、そこは思っててほしい。ありがとう。で、年末の実家の大掃除配信とか懐かしすぎ。実家ってやっぱね、こう人数が多かったりして、声が入るとかであんまり時間が取れんってなったりねして、時間見つけてゲリラで10分15分とかしとった、その配信かなで、掃除終わんなくてさーとか言ってたやつでしょ。そんなことも覚えててくれるの嬉しいよ。本当にありがとうございます。キーもどんな配信でも好きだったな。みんながいてくれたから大切な思い出です。ありがとう。次いきます。ラジオネームひでまるのすけさん。某配信者さん、ちょっとごめんよ。某配信者からの勧めで初めてキーの配信に、なんで噛むのこんなに某配信者からの勧めで初めてキーの部屋の配信に行った時、なぜかわからないがアイテムを投げたら魔法でキーさんが時々使う歩道橋にされたことありがとうございます。本当に
これもまたね、周りの方に恵まれてるっていう話になっちゃうけど、ありがとう。で、これあれですね、またプリンセスライバーのお話でして、プリンセスライバーのイベントは限定アイテムっていうものがあって、このアイテムじゃないとそのプリンセスライバーのランキングには反映されない、ポイントには反映されないっていうアイテムがあってね、その中にステッキみたいなのがあったのよ。魔法で使うステッキみたいな、魔法かけるステッキ、ビビデバビデブーするやつで、それをいただいた時のギフトアクションとして、ビビデバビデブーでキーが身の回りのものにみんなを変えていくっていうのしとったんだけど、その時に外から配信してたんだよね、確かね。で、なんか友達をポストにしたりとか、なんかそんなことをしとったんだけど、このひだまるのすけさんはキーが時々使う歩道橋にされてたらしくてしちゃったんですね。はい、まあ安心してください、もう魔法は解けておりますので。そしてじゃないか、今でも週に1回は使います、歩道橋。まあまた変身したくなったら、その力がある時にはいつでも変えてあげますので言ってください。はい。でもありがとね、ありがとうございます。じゃあ次行きます。ラジオネームブーの彼氏さん。私の思い出になっちゃうけど、キーに伝えたい LINE ライブの思い出はやっぱりキーの部屋と出会えたことしかない。大好き、無理しないようにするんだよ。ありがとう、本当にありがとう。YouTube にね、YouTube に2回言っちゃった、 YouTube で3回言っちゃった。踊ってみたをやってて、ブーっていう曲のね、踊ってみたをやってて、もしそれを見てないよって方はぜひ見てくださいっていう宣伝も挟みつつ、まあお友達ですね、ありがとう。こちらこそ、もう無理しないでねって、無理しないようにするんだよって言ってくれたけど、その言葉をそっくりそのままお返しします。キーは優しくて、いつも人のことばっかりで、ファンの人のことばっかりで、自分のことはいいんだよっていつも後回しで、人のことを誰よりもよく見とって、何かあるとすぐに声かけてくれて、連絡してくれて、人の気持ちを察する能力が高くて、気遣いで頑張り屋さんで、そんな素敵なお友達です。直接会うと言えんけ、この場をお借りして言わせてもらいます。しんどい時や気持ちに蓋をしちゃいそうになった時、何目線だよって思うかもしれんけど、少しでも寄りかかってもらえて、しんどいのは結構してもらえる、そんな人でいたいなって思ってます。いつも助けてもらってばっかじゃけね、友達じゃけさ、遠慮はなしです。いつもキーの味方だよって言ってくれるけど、キーだってずっと味方だよ。キーこそ出会えてよかったです、大好き。ありがとね、ありがとうございます。本当に嬉しいですね、こうやってもらえるのは。やっぱり面と向かってじゃこんな話しないので。割と言ってくれる人なんですけどね、みんなね、本当に素敵な方がいっぱいです。素敵素敵って言ったってね、語彙力なさすぎて伝わらんと思うので、ここでそんな素敵なお友達の曲を流させてもらおうと思います。これから流す曲は相原真奈ちゃんの明日晴れたらっていう曲です。キーの部屋でも何度も流させてもらった曲です。心を救ってもらった曲です。相原真奈ちゃんで明日晴れたら。はあ、素敵な曲だよ本当にね。待って飛ばしそうになったと順番。お送りしたのは相原真奈ちゃんで明日晴れたらでした。明日晴れたらの中のね、歌詞でね、
たとえ叶わないような願いだって叶っちゃう気がしたんだっていうとこがあって好きなんだよねそう、まなちゃんがねキラキラしながらこれを歌っとるライブを見るのも好きで、幸せそうなファンの方を見て幸せになってるまなちゃんも幸せそうなファンの方を見るのも好きで本当にね圧倒的ヒロインで圧倒的スーパースターなんですよ。全人類見てください、本当にお願いします。何様って感じだけど見てほしい。パワーをもらえる人で曲ですねー。これで3分の2だよ、お便りお便り3分の2です。皆さん元気ですか、元気ですか、大丈夫、起きてる。もうあの日付が変わりまして28日になっちゃいましたけど、コメント欄は見てるよ、ありがとねありがとう。あ、元気そう、大丈夫、みんな明日、明日大丈夫そう。ねえねえ、朝起きれる。今にも寝そうな方もいるね、ありがとね、アーカイブ残るけんなありがとうございます。あ、お水の心配してくださってたけど、あの音楽流れてる時にねこそっと飲ませてもらってるので大丈夫だよ、ありがとね。さあでは最後のブロックいきますか。はい、いきます。ラジオネームファンサボーイさん、一番の思い出はピクールさんのイベントの特典で一日店長をしたキーちゃんに会いに行ったことです。1位を取ったこともすごいけど、何よりキーちゃんと会えることがすごい嬉しくて、会った時の可愛さ楽しさは今でも覚えています。ファンの人みんなで掴んだ夢のような時間でした。キーちゃんありがとうこちらこそありがとうございます。マスク、ピクールさんっていうさ、マスクイベだったんだよねあれね。でもそれがなんか佐藤すみれさんっていう、もともと AKB SKE で活動されとった方と一緒に CM できるよみたいなそんな特典もあって、なんか憧れの人とさやっぱお仕事できるってすごいやんっていう理由もあったりして挑戦させてもらったイベントなんだけど、親和性、そのアイドルが好きだったってのもあって親和性があるけど、絶対キーちゃんが1位になってほしいって言ってもらったりとか、会いたいけ1位になってほしいとか、みんなそれぞれ応援する理由はね違ったり、まあなんだってありがとうなんだけど、こうまあ一日店長をするってなって全国にねいてくれるわけじゃないですか。本当に北海道から沖縄までいてくれるじゃん。みんなが来れるわけじゃないけど、そのイベントやった後に良かったねって、楽しかった、幸せだったって、楽しかったなら良かったんだよって言ってもらえて、それがすごい嬉しかったし、遠くからねこの日のために結構直前に日程いたと思うけど新幹線とか飛行機とか取ってきてくれて、会いに来てくれるのも嬉しいのに、お手紙とかプレゼントを持ってきてくださったりとかして、なんでみたいな、なんでさっていう状況が生まれるっていう、そんなイベントもさせてもらったり。でもやっぱりみんながいないとイベントもできなかったから、会えんかったけさ、一部の人ではあるけど、ありがとう、会えてよかったし、また会いに行かせてください、ありがとね。次いきます。ラジオネーム川重さん、何にもわからん、かっこ今もか、私なのに初めからキーちゃんはじめリスナーさんがマジで温かくて居座りましてありがとうやね。ほんま LINE ライブのキーちゃんの部屋は最強です。なんかこれ打ってたら終わるんやってしみじみになります。キーちゃんは永遠に推しで俺も頑張ります。いいやね、ほんまありがとうです。こちらこそありがとうございます。リスナーさんがあったかくてって言ってくれたけど、
もちろんその時もね、あったかかったし、ずーっとあったかいよ、キーの部屋の方々って。キーの部屋を作ってる人、作ってくれてる人ずっとあったかいけど、その一人になってくれてありがとう。本当に本当に嬉しいです。アーカイブ聞いてるよって言ってくれるのもね、嬉しいんだよ。ありがとうね。お悪いって思うとね、ちょっと寂しいなってなるよね。キーもなってるわ今。だって最後のブロックだし、ここ。キーちゃん永遠に推しって、もう胸を張ってね、誰の前でも恥ずかしくなく言ってもらえるように頑張ります。お互い頑張りすぎず頑張ろうね。ありがとう。次いきます。ラジオネーム黄色い鳥さん。キーちゃんに黄色い鳥を描いてもらったこと、キーちゃんのイヤイヤ着姿、夏祭りやイベントを楽しそうにやってる姿、あげたらキリがないよ。ありがとう。過去にね、2回かな、なんかお絵描き枠っていうのをやったことがあって、アイコン描くっていうよりは本当にお絵描きをするだけの枠、リクエストをもらって描けそうなやつを描くみたいな、やったことがあってね。そうで、黄色い鳥さんは黄色い鳥っていうキャラクターが好きで、それを描いたんだよね。似てるじゃん似てないじゃんとか言いながらさ、もうそれはカンニングとか言いながらやったのが懐かしいです、本当に。あとイヤイヤ期はあれだね、あの配信終わりたくない、なんで終わらなきゃいけないのっていうやつとか、片付けしたくない、付き合ってみたいな。もう配信が好きで好きで、そんなとこから始まったイヤイヤ期だったり、いろんなイベントやったね本当に。あげたらキリがないのはキーこそだよ。ずっと喋れるよ多分、本当に。なんかあ、ちょっとあんまり大きい声で言うとあれなんですけど、別に何でもないんですけど。なんだよ、あの最後にね、最後の配信に向けてやっぱいろいろあったなってこう思い出すときに、一番最初の配信からフォルダを見返したり、メモ帳を見返したりして、あ、これあったあれあったってあるけど、気づいたら朝とかじゃん、やばいってなって、やばい仕事遅れるってなって仕事していくみたいな、時間が足りないの、それをこう思い出すのに。キリがないよね、キーもだよ、みんなもそう思っててくれるのは嬉しいです、ありがとう。次いきます。ラジオネームケチャップさん。キーの部屋が大好きでした。久しぶりになっちゃった時でも、いつでも変わらずにおかえりって笑顔で迎えてくれるキーちゃんが大好きでした。部屋にいる皆さんも優しい方ばかりで、コメントも愛にあふれているものばかりで、本当に素敵な部屋でした。ほぼ毎日キーちゃんのアーカイブをラジオ代わりにしながらメイクとか支度してた。そのくらい私の生活の一部でした。大好きな居場所を作ってくれてありがとう。こちらこそありがとう。キーもキーの部屋が大好きだったし、みんなが大好きでした。あのさっきからアーカイブって言ってあれなんだけど、やっぱり聞けなくても聞きたいって思ってもらえるのが本当に嬉しいんだよね。キーは自分でさ、自分のアーカイブを聞き直すのって、こう何を話したか覚えときたいとか、みんなのことを覚えときたいっていうのもあるけど、好きなんだよね。配信が、みんなのコメントが好きで、あったかくて、この空間が好きで、ぜひ聞きたいなって思ってたのよ。なので嬉しいです。キーの生活の一部っていうか、もうキーの生活そのものはちょっと盛りすぎだけど、でもなくてはならないものだったし、本当にありがとう。次いきます。ラジオネームことはさん。キーちゃんに名前呼んでもらえて、全然来れてないのに名前覚えてもらってたのがすごく嬉しかった。キーちゃんがいたから仕事とか勉強とか頑張ろうってすごく思えた。キーちゃんとたくさん話す機会は減っちゃうけど、これからもインスタと YouTube でマイペースに応援していくね。だからキーちゃんもマイペースに活動を続けてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。マイペースにって言ってくれたけど、全員マイペースで、人と同じペースの人なんていないんだから、
何にも気にせず、いてくれると嬉しいし、全然来れてないとか、なんじゃろう、それを思っても、なんていうのかな、来づらかったかもしんないし、なんかドキドキするじゃん、久々に行くとかなると、覚えてるかなとか。もちろん覚えてるけ、これからも。忘れることはないと思う。いや、ない。認知症とかなったらごめんってなるけど、そうじゃない限りは覚えとるし、まあ認知症になったとしても覚えとるでしょう。忘れんでしょ、こんな素敵な人たちを。なので、これからも会えるところで会えたら嬉しいです。ありがとね。次いきます。ラジオネームリスさん、リスさん、2回言っちゃった。キーちゃんのイベントで頑張れって応援すると、イベントの後で壁一面にみんなの名前を書いてくれるのがいつもとても嬉しかったです。キーちゃんの部屋に来るまでそんな配信見たことなくてびっくりしたし、何よりそのイベントにかけてたキーちゃんの気持ちや他のリスナーさんたちの温かい声が集まってて、結果も大事だけど純粋にイベントを楽しめました。なんだろう、体育祭の打ち上げみたいな感じかな。頑張ったのはキーちゃんだし、もちろんリスナーの皆さんも応援を頑張ったんだけど、チームとして一丸となってやりきった感あったね。貴重な体験をさせてくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。やってたね、イベント。イベントってか月だね、毎月毎月こう感謝枠ってさせてもらって、その月に応援してもらった全員の名前を壁の後ろに貼るっていう、これが全員にできる、全員に平等にできることだって思って名前を書いておりました。最近はしちゃいつからかしなくなってしまいましたが、そんなこともあったね。なんかお礼をするのにさ、形じゃないとダメとか、形なんていうのかな、結構こうじゃなきゃダメっていう思いが強かったりして、じゃないと伝わんないとか、まあした方が伝わるとかね、それはあるかもしれないけど、なんかやらなきゃやらなきゃなっちゃって、それは違うなってなって、なんかそんなこともいろんなことを学ばせてもらった配信ですね。感謝枠もいろいろやったもんね。でもね、キーが一番好きなのはね、結局いろいろやってきてね、キーが一番好きな感謝枠はイベント終わって、まあライブのイベントってこの2年ぐらいは21時終了が多かったじゃん。で、だいたい配信を8時15分とか10分とかつけるのよ。で、9時に終わって9時に結果が出ます。配信一枠終わるあと10分とか15分で、もうその時に思ったことを言うのが一番伝わるなって思って、キーはそれが一番好きな感謝枠というかあれなんだよね。じゃけ最近ってか、もう今年に入っては感謝枠というものをさせてもらってないとかしてないんですけど、個人的にはそれが一番伝えやすくて、その時の思いでやったので、それが好きかな。でもいろんなことやったよね。懐かしいな、本当に。貴重な体験をさせてくれてありがとうは、こちらこそです。ありがとう。次いきます。ラジオネームゆゆのゆさん、推しが可愛かった。お便りありがとう。推しは誰でしょう。キーのお友達かな、キーかな。誰だっていいんだ、可愛かったって。なんかいろんな一面を、いろんな一面、いろんな面を見れるのもさ、こう配信のいいとこじゃなと思っとったり、やっぱ生配信じゃけカットできんのんよ、出るんよ、こう全部、なんていうのかな、人柄だったり雰囲気だったり、本当はこう思っとるとか隠しとるものとか出ちゃうんだよ。全部は出なくても、なんかちょっとだけこう、なんていうのかな、ふわーって空気感とかね、いろんな面が見れたりするのも楽しかったし、推しともなればやっぱ全部が全部可愛いってなるよね。わかる、キーもそう、推しは可愛かった、何しても可愛かった、結局可愛いねってなっちゃった。
そんな推しさんと出会えたりさ、会える場だったのも嬉しかったよね。ありがとう。次行きます。ラジオネームゴールドフラワーさん、あ、2通目ありがとうございます。キーちゃんが配信できなかった時、コロちゃんとキーバーバとのお別れの時、1、2週間だったけど、それが終了でずっと涙の、あの泣いてる絵文字です。ずっと泣いてる。どうしちゃおどうしちゃお。寂しいのは寂しいよね。ありがとね、お便りありがとう。寂しいのは寂しい、キーだってそうだけど、でも今よりもっと会えるようになったら嬉しいなってキーは思うけ、その状況を作り出すために頑張るので見ててください。さっきも言ったけど、配信を全くせんなんてことはない、もう言い切る、これはないよ、するよ、何かしらのタイミングで、どっかで、それが週に1回だろうが月に1回だろうが、配信を絶対に全くしないってことはありませんので、これから先一生せんなんて言ってないし、するし、キーがみんなに会いたくなったら、いや毎日会いたいけど、ちょっと我慢をしつつ、いや今日はもう絶対会いたいって日は絶対つけるしなので、あんまり寂しい、いや寂しいけどね、寂しいのを寂しく思わないでなんて無理なんだけど、寂しいよ、なんか寂しくない、こう嬉しいニュースとかで、お知らせとかで埋めれるように頑張りますね。ありがとう。次いきます。ラジオネーム信号が青になりましたさん、キーちゃんこんばんは。こんばんは。最後くらいは真面目に書かせてもらおうと思います。部屋のみんなの人のことが好きだからこそ、配信者として頑張るのがしんどかった時もあると思います。楽しいだけではなかったと思いますが、配信を続けてくれて日常にしてくれたから毎日が楽しみでした。思い出は書ききれませんが、コロコロと変わる様々な感情が詰まったキーの部屋は居心地が良く、ついつい通いたくなるお部屋でした。ほとんどリアルタイムでは参加できていないので、アーカイブを残してくれていて本当に感謝です。時間があって配信に行くと、お帰りと言ってくれてありがとう。配信したくなったらいつでも配信つけてくださいね。今度はこちらがお帰りと言わせてもらいますので、お疲れ様でしたありがとうございます。ありがたい、本当に最後くらいは真面目にありがとね、本当にね。そうだよ、みんなが大好きだったけん、しんどいなっていうか、うん、なんかしんどくない、なんていうのかな、こう今の状況をなんとかして抜け出したいっていう時はあったよね。でもそこにさ、みんながいてくれて、こう聞いてくれて、こうしたらああしたらって、やったことないならやってみたらって言ってくれて、いろんなことをさせてくれたけ、今本当に楽しい、楽しい、本当それだけでしかない、それだけで配信をさせてもらっております。日常にしてくれたのもみんなだよ、みんなが会いたいなって、みんなと会いたいなって思わせてくれたけんさ、キーは毎日つけれてんだよ。ありがとう、こちらこそ感謝です。ありがとね、あのおかえりって言ってください。配信つけた時にはキーもおかえりって言うけどね。ありがとう。次いきます。ラジオネームけんぼうやさん、キーちゃんこんばんは。こんばんは。 LINE ライブのおかげでキーちゃんを見つけられました。ありがとう。3月の初めぐらいからなので、すごい短い期間だけど、キーの部屋のおかげでしんどい仕事も頑張れました。感謝しかないです。これからもキーちゃんを推し続けます。ありがとうございます。3月ってことはもう本当に1ヶ月とかね。あのね、これね、すごい、なんだろう、気になるというか、まあさっきからちょっと何回か言っとるけど、キーの配信って、なんだろうな、言ってしまえば出来上がってる、言葉を選ばずに言うとね、出来上がってたり、うちはネタがあったり、わからんお話が結構あったと思うんだけど、なんかそれでもキーと話したいな、聞きたいな、いたいなって思ってくれて、いてくれて本当に嬉しいんだよね。なんか、まあ、ちょっと意識はするよ、あ、初見さんいてくれるから話すことはって思ったりはするけど、やっぱり普段のみんなとも話したくて、それがキーにはすごい難しくてね、受験
このすごい短い期間だろうが何だろうが、この1ヶ月でもキーの感情だったりはすごい動いとるし、いろんなことを配信で届けたので、かっこよく言い過ぎたね、配信に載せたので、1ヶ月だろうが1週間だろうがちょっと見てもらえれば、あ、キーの部屋ってキーってこんな感じなんじゃなって伝わったのかな。そうだったら嬉しいなと思います。何回も言うけど、押し続けてもらえるように頑張るね。ありがとう。次行きます。ラジオネーム、いくよ。新人サンション歌手シュンシュンシャンシャン、はい、無理ですねこれね。新人サンション歌手シュンシュンシャンシュンショーショーシュ、はい、言えないので勝手に早口言葉さんって名前を付けさせてもらいます。ラジオネーム改名して早口言葉さん絶対言えんの分かっとったでしょはい、 LINE ライブの思い出はいろいろありますね。嬉しかったことも悔しかったことも楽しかったこともたくさんあります。その中で縁あってキーに出会えたことは嬉しく思うし、本当に良かったと思います。出会ってくれてありがとう。学んだことはリスナーとしてのあり方ですかね。長くやってるとやっぱりいろいろあるので、そのいろいろな経験で今の自分があると思います。いいか悪いかは別として、 LINE ライブが終わってこれからどんな生活になるのか自分でもわからんけど、何らかの形でリスナーは続けたいなと思っています。あともう一つ学んだこと、学んだというか再認識したのは、やっぱり配信者が楽しくないとみんなが楽しめないってことと、みんながいないと配信は成り立たないってことかな。やっぱり運命共同体、配信者とリスナーは家族みたいなもんよね。絆ができて初めていい枠になるかなと思いました。うまく伝えられんけど、とにかく LINE ライブのリスナーをやれて、 LINE ライブと出会えて、みんなと出会えてよかったです。これからもどこかで会えた時にはよろしくお願いします。 LINE ライブ活動本当にお疲れ様でした。グッバイ、それじゃあまたね、さよならなんて言わないよありがとうございます。ちょっと申し訳ないというか、本当に読めんの分かっとって絶対したでしょ、ラジオネームねありがとね、嬉しいね。キーも思うことだな。でもこの楽しくないとっていう、キーが一番楽しまなきゃ伝わるんでね、感情とかはね、やっぱね、本当家族みたいなもんってか、家族よりなんなら喋ってるよ、誰よりも喋ってるよ、みんなと。誰よりも最近のこの3年間のことは多分知ってる、みんながありがたいですね。いろいろあったね、嬉しいことも悔しいことも楽しいことも。感情なんてさ、言葉でそうやって表すことあるけど、言葉にできんこともいっぱいあって、そんなの思ったら数えきれんくって、いろんな感情を経験させてもらって幸せです。ありがとうリスナーを続けられるということなので、まあどこかでお会いするんじゃないでしょうか。はい、その時にはよろしくお願いしますありがとね。次行きます。ラジオネーム、ユーミンさん。久しぶりに行っても覚えていてくれたこと、ありがとう。さっきも言ったけど、忘れるわけないじゃんねえ、ユーミンさん。なんか一人だけのことを言うのもあれですが、何が好きでこれが、なんていうの、何が好きでこれしててこうでとか話してくれたことは、怖いかもしれませんが、いやもう怖いよね、メモに書いてありますので見返すので、こんな方いてくれたな、最近元気かなって気見るんだから、忘れるわけないんだよ。だって思い出すんだもん、自分で思い出しに行くんだもん。会いたいからさ、また時間があったらいつでもどの SNS でも会いに来てください。ありがとね。次行きます。ラジオネーム、斉藤父さん。イベントや企画より今日あったことの、イベントや企画より今日あったことや昔の思い出や考えてることを話してたり、雑談している時間が一番楽しかったし、他の枠でリスナーとしてお会いできるキーちゃんが好きでしたありがとうございます。
キーのね、こう考えてることとか昔の話とか理解をあんまりされなかったというか、何それとか、考え方なんて特にそうだけど、こう否定をされることの方が多かったけ、喋るの怖かったんだよね。でもそれがだんだん喋れるようになって、今はもうわわわわ喋るじゃん。キー今こうでさって、みんなからコメントもらっても、え、キーそれ違うと思うとか、やだそれとか違うっていうか、なんていうの、キーはそうじゃないとか言えるようになったのは、この3年間させてもらってきて、いろんな人に出会えて、いろんな話をして、もうそうだね、ここのおかげなんだよ、この話せるようになったのって。じゃけん、それが楽しかったとか言ってもらえるのは、なんか多分数年前のキーが聞くと信じれんけど、今のキーは素直に嬉しいなって思う。誰かが認めてくれたんかなって思えて嬉しいです。あと他の枠でリスナーさんとしてお会いするキーちゃんね、はい、キーはさっきも言いましたが、友達の配信が大好きです。友達が大好きです。推しも大好きです。いろんな枠にお邪魔させてもらって、もうさ、しつこいぐらいおるじゃんキー。本当にさ、そろそろさ、そろそろ混んでって言われそうそうなのよ、なんかあんまり行き過ぎてもなーと思いつつ、でも見たいんだよなーっていう葛藤を毎日し、まあ結局行っちゃうんだけど、まあ良くないなとね。やっぱ配信者というか、こう活動してる人がさ、一人いるとまた違うあれだし、みんなもさ、配信者だ、こう普段友達とかだったらさ、 LINE で話しなよってなるかもしれないし、わかんないよけど、でもね、そんなこともあり、でもそれが好きだよって言ってくれるので、まあこれからも友達がいるところには一応こうこっそり行こうと思ってるので、まあ静かに、静かにって何、こっそり見ててもらえたら嬉しいです。なんかバレるんで、なぜかバレないように頑張ってるんですけど、なぜかバレるんで、キーはやっぱりじっとしておくのがいいのかなとか思ったり。でも本当にね、本当に楽しいのが悪い、友達の配信が楽しいのが悪い。だってコメントしたくなるもん、ずるいまあまあそんな感じで思うキーなのでしたでもいろんなキーを好きって言ってくれて、いろんな配信を好きって言ってくれてありがとうございます。じゃあ次いきます。ラジオネームいちごいちえさん、朝配信カーテン開けるのやだありがとうございます。ありましたねこれね。いやもう朝配信書いてくれてありがとう。朝配信の話させてくれてありがとう。そう、朝配信を1年間ぐらい毎日続けてたことがあって、その後はまあ定期的にちょこ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 だったり、気が向いた時にってなっちゃって、今ではまあほぼやってないんですけど、はいなんだかこの話をするのもあれになっちゃった、今やってないって言ったらごめん、なんかそう、でもね、朝配信が大好きで、毎日朝起きてみんなと会って、あ、みんなもう出社してんのとか、もう働き始めてんの、もう起きたの、もう何したのとか、待って、キーも頑張んなきゃって朝から思えたりとか、なんか朝ね、それこそこうコンビニスイーツの新発売見て、あ、今日これ発売時期、帰りに頑張ったら買って帰ろうとか、ガチャガチャの発売とか見て、ね、見てこんなんあるよとか、もうみんなを置いてけぼりで、朝じゃけさ、なんか朝テレビとか見ん代わりに何らかの情報が入ったらいいなって言われで、まあキーの本当に独断と偏見と、もう好みを 100% に詰めた朝配信だったんですけど、まあ唯一何か、もしみんなのこう身になるというか、何かそれがあるんだったら、お天気お姉さんのコーナーぐらい本当にあとは好き勝手喋って、好きなもんばっかり話して、ある時には音楽のさ、ランキングを流して、おー、これ今流行ってんだとか、そんなことをしたりとかね。さっきもてか、初めの方に出てた朝バタバタで配信したりとか、もうみんなほったらかして、待っててとか言って
メイクしたり服決めるの何がいいと思うって、ラジオ配信で見えんのに服2個持って見えんじゃんって言って選んでとか、もう本当に楽しくて、そう、そんな中でカーテン開けるの嫌だなんだね起きたくなかったのかな、その時。もうカーテンを開けたくなくて、開けたら起きんといけん、嫌で、カーテンを足で開けたりねしておりました。懐かしいというか楽しかったな、そんなことあったな、わ朝配信したくなっちゃった。みんな今からすぐ朝にして、そしたらできるわありがとね、嬉しいです。さあ次いきます。ラジオネームチロルチョコさん、キーちゃん、キーの部屋の皆さん、いつもありがとうございます。ペコリ、私の思い出はぶっちゃけると全部です。いつも平和な枠でとっても癒されるし楽しいし、やっぱり LINE ライブなくなるの本当に悲しい。大好きな人、大好きなものを教えてくれました。好きなものたくさんで最高な1年半でした。キーちゃんはいつも元気をくれました。大好き、かっこ縦読み気づくかなって書いてあります。ありがとね。ちょっと縦読みがですね、多分開業してね、縦読みしたら文字に文になるように打ってくれたと思うんですけど、なんと開業が全部反映されておらず一個の文みたいになっておりまして、縦読みで何だったのかが分かりません。初めの木っていう文字しか分かりません。よかったらこっそり DM でも何でも、ちょっとこっそりでいいので教えてください、お願いします。ペコリって言ってから金をペコリって言うようになっちゃったし平和な枠にしてくれたのはみんなだよね。本当にさ、はじめさ、キーがこう嫌なこと嫌って言えんとか、今ちょっと違うなって思うこうリスナーさんとかおられて、その時にごめんなさいってできんくって、どうしようどうしようってなった時に助けてくれたりとか、こうなんじゃろ、嫌なコメントあったらコメント流してくれたりとか、一回だけ枠でみんなに見えるように、なんていうのかな、まあキーがね嫌な気持ちにさせちゃったのが悪いんだけど、罵声というか、まあこれは言ったらダメでしょうみたいな言葉をね、もう大量にブワーって言われたことがあって、そん時にもキーはブロックとかできんくって、もうどうすればいいかわからんくって怖くて、そんな時になんかみんなはこのその人に反論するんじゃなくて、いいよごめんなさいしなって言ってくれて、できて、でその人が見えんくなった後に大丈夫だよって助けてくれて、あったかい言葉で、本当に次配信つけるのが怖かったし、配信もうできないって思ってたけど、みんなが助けてくれたおかげでこうやって平和な枠って言ってもらえたりとか、楽しい枠が出来上がってきましたね。本当に本当に感謝です。大好きなものをたくさんにしてくれたのもみんなだし、大切なものがたくさん増えたのもここだし、ありがとう、ありがとうございます。では次が最後のお便りになります。最後のお便り読みます。ラジオネームたんちゃんちゃんさんキーちゃんへ、キーの部屋初のラジオ企画 LINE ライブからメッセージが送られてきた時にめちゃくちゃテンション上がりました。 LINE ライブでキーちゃんの枠に入り始めてかれこれ1年以上経つけど、思い出がたくさんありすぎて一つに絞れなかった。ただキーちゃんが誰よりもリスナーさんの一番近くにいて、いろんな感情をリスナーさんたちと全部共有して夢を目指していく姿が本当に素敵で、そんなキーちゃんを見て頑張れた瞬間、背中を押された瞬間が何度もありました。配信者としても人としても
尊敬できることところが多すぎる。そんなキーちゃんに出会えたことは間違いなく私が LINE ライブをやっててよかった理由の一つです。素敵な思い出をたくさんくれてありがとう。キーの部屋のドアを開き続けてくれて本当にありがとう。これからもキーちゃんが進む道を一ファンとしてずっと見守っています。大好きだよありがとう、たんちゃんちゃん本当にありがとうございます。たんちゃんちゃんさんがねいてくれたからこの企画をしたいなって思えて実現させることができました。ラジオ配信って声のみで伝えるって本当に難しいことだと思うけど、見たことはなくても表情が伝わってきたりとか感情なんてダイレクトに伝わってきて、たんちゃんちゃんさんの配信でやっぱりラジオっていいなって思いました。ラジオだったら何でもよかったかって聞かれるとそうなわけなくて、たんちゃんちゃんさんだったから、たんちゃんちゃんさんのラジオだったから思えたことです。一人一人に寄り添って一人でもかけてほしくない、みんなが楽しんでほしい、そんな強い思いで配信されとって、それが配信だけじゃなくてメッセージとか SNS でも伝わってきて本当に素敵で、キーを尊敬してます。あったかくて優しいたんちゃんちゃんさん、あなたに出会えたことで知れたあったかい感情がたくさんあります。ありがとうございます。たんちゃんちゃん、出会えて幸せです。キーの方が大好きです。お便りも本当にありがとうはい、ということで全てのお便りを読み終わらせていただきました。たくさんありがとう、本当に本当にたくさんありがとうございます。そしてたくさんコメントもありがとうございます。本当にね、全部素敵、もう素敵嬉しいです。こんなに企画を盛り上げてもらって、一応ですね、自分の中のテーマがあって、大好きなものを全部詰め込むっていう、それがテーマでした。まあ言葉にせんでも分かってる方は分かってると思いますが、みんながいてくれて配信ができて、友達がいて、そこで出会った曲があって、配信を通じて好きになった曲があって、もう本当に本当にね、これをなんて構成というか考えてて大好きでいっぱいになっちゃって幸せな時間でした。本当にいっぱい協力してくれてありがとうだし、キーがこう話すってなった時にね、は多分出てこんような言葉、みんなじゃけこそ見てくれとった言葉なんだろうな、そういうのがたくさん知れて、でみんなはそこが好きだったんじゃなとか、そこ見てくれとったんかとか、何それって思ったりとか、でもなんかハッピーとかこうプラスの気持ちはみんな一緒で会ってくれたんかなとか、それが嬉しかったな。いろんな人のね思いを知れた企画でした。これね、なんていうの、今読み上げたお便り以外にも実はお便りをいただいてて、読まなくていいよっていうのだったり、これはキーちゃんにだけ向けて匿名で届けたいからラジオでは読まないでっていうのもあったりとか、そういろいろありまして、そんな思いだったんだねみんなって、でもいろんな思いの中でもこう見てくれてありがとう、出会ってくれてありがとうって、こんなあったかい気持ちになりながらキーはこのラジオをさせていただきましたね。まさかまさかまさかお友達とか大好きな人とか、このきっかけになった人とかね、お便りもらえるとは思ってないしなんか本当に
恵まれすぎてたなと思って、この先頑張るよってずっと言ってきてるし、いや思ってるよ、思ってるけど、こんなに幸せなとこ他にあるかなって思っちゃうね作るけどね、作るよ、作るけど、もう自己満企画だったしありがとう、たくさん、もうね、ありがとう、大好きだよ、その2つ言いたいのは本当にその2つ、いつもそうだし、こう感情がわーってなるとやっぱり言葉をうまく伝えれんし、でも結局伝えたいのはそこなんだよね。何があったってありがとうと大好きは伝え続けさせてください、これからも本当に本当にありがとう。キーの部屋って最強で最高だよね自分で言うのもなんですが、自分が一番そう思ってます。みんなと一緒だったけ最強になれました。いやマジで本当に初めの方の配信とか見たら、いい意味でじゃけど笑うもん。こんな配信してたんだって。でもそれがないと今がないんだったら、いろいろ一緒に経験してきてくれてありがとうじゃし、いろいろさせてくれてありがとうじゃし、もう今までこう読み上げさせてもらったお便りのお返事に込めさせてもらったつもりです。今たくさんのありがとうが伝わってたらいいなと思います。すごい簡単な話し方になっちゃったし、伝えたいのは結局ありがとうと大好きそれなんだけど、それが伝わってたら嬉しい。はい、結局それが伝えたかったです。さあということでですね、ラジオ終わってしまいます。最後にね、一曲聴いてもらって、この曲でまたねってしたいと思います。3年間バイバイはやだって言い続けました。またねって言ってって、また会えたらいいな、会いたいな、キーはここにいるからね、明日でも1ヶ月後でも何年後でもまた会いたい、会いに来てほしい、そんな思いと、これからみんなが進んでいく先でまた好きなものが増えたり環境が変わったり感情が大きく動くと思う、どんどん前に進んでいろんなことが変わっても、このキーの部屋での思い出が少しでも心に残っててほしいな、そんな気持ちを勝手に重ねてる曲です。ジェニーさんでさよならの歌。